だまだ蒸し暑いけど雲が高い。こっちはもう秋の空、夏の空。どうもこんにちは、小賀です。今日は山梨の勝沼にお友達と一緒に向かうんですが、合流するまでのちょっとした時間に何か取れないかと。やってる人大勢いるんで今更感は否めないんだけど、高速走るんでこの7年式キャブ最終型の SR400 高速しんどいともっぱら言われておりますが、そんなことないよと、普通に走れますせーと、走りながらそんな話をしようかなと思います。このお友達との合流が中央道の石川 PA なので、そこぐらいまでの動画になるのかな。あんまり中央道走んないんだけどな、バイクでは。いや、山梨の方行くんだったら下道の方が SR だと楽しいんだよね。今日はお友達との、ツーリングというか旅なので、高速に乗ると。止まってると暑い。ガソリン入れていこうかな。知ってます。はい、 OK。 閉まってる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 ついてる、大丈夫。 OK。 では行きましょう。おい、止まれ、乗せてくださいね。開けごま、レッツゴー。合流余裕ですね。今80キロ弱、70キロぐらいか、これ。ちょっとゆっくりな軽自動車の後ろについておりますが、真夜中の幹線道路、大体このぐらいのスピードで流れちゃってる時もあるでしょう。割と普通に乗れちゃいます。振動も全然っていうか、振動はこの振動がダメっていう人はそもそもオートバイじゃない方が幸せになれるんじゃないと思うな。あー、気持ちいい。山の稜線が見えるとワクワクしてくるなあ。待ち合わせの石川サービスエリア、パーキングエリアかまで3キロ、まああっという間ですな。今日向かっているのは勝沼、そのお友達のご夫婦、恒例の行事になっている、ぶどう狩りに混ぜてもらうと、そういう企画でございます。その動画はまた別の物語ということで、あー曇天だけど気持ちいいね。楽しみだな。うん、気持ちよく、しかも安全運転で素敵な旅になりますように。石川ですな。オートバイ用の場所ってあるのかしら、ここ。あ、あった。よいしょ。こっちの方が先だと思ってたら負けました。これがおお、インカムで。すごい。電源入れて。まあイヤホンなんで耳に突っ込んで聞くだけでも聞ければいいかなと。なるほどなるほど。車もね、後ろにポケットシネマカメラ詰めるようにして、はじめちゃんのやつをつけられるようにしてあるから、はい、高速で走ってるよりは変わらないから、俺カメラで後ろ向きで回しっぱなしにしとくから、じゃあ後ろをついてくれば、で前へ行ってっていう時は言うから。またちょっとクオリティの高い映像を、モトブロができるからやった、楽しみだ。止めてるから、出るから、はい、あそこでちょっと待つから、後ろにくっついて、はい、わかりました。行きましょうか。はい、お友達の長っちゃんと合流しました。本当だ、後ろにカメラがセットされている。涼しくなってきた。